ホルスト・ベーメホルスト・ベーメラインハルト・ハイドリヒ、カール・ヘルマン・フランク。1941年9月、プラハ。ホルスト・ベーメは、ナチス・ドイツの親衛隊の将校。アインザッツ・グルッペンの指揮官の一人。最終階級は、親衛隊上級大佐。ザクセン王国のコルムニッツ出身。1930年に、国家社会主義ドイツ労働者党に入党し、 新英隊隊員となる。1934年7月4日に新英隊少尉さらに11月9日に新英隊中尉に昇進する。1935年から SD 本部に配属され、ラインハルトハイドリヒの下で働いた。翌年からハイドリヒの特別命令で暗殺の仕事に従事するようになった。1938年3月14日には、 ウィーンのドイツ大使館に勤務していたビルヘルムフォン・ケテラー男爵を殺害している。1936年1月30日に新衛隊退位。1937年4月20日に新衛隊少佐に昇進。1938年には新衛隊中佐及び警察中佐となる。1939年春のチェコの保護領下の際に プラハの保安警察署長となる。米面命令保護領のすべての下下下帳を指揮する権限を握った。プラハ特別行動の一環で高等教育を廃止し、1500人の学生をザクセンハウゼン強制収容所へ移送した。1940年10月10日には、ハイドリヒ、ハンス・フランク、アドルフ・アイヒマンらのユダヤ人強制移送についての会合に参加。 1941年10月21日に新衛隊大佐に昇進し、プラハの保安警察及び SD 指揮官に任命される。1942年6月、プラハで起こったハイドリヒ暗殺に対する報復処刑の指揮に当たった悪名高きリ事瀬村の虐殺も彼の発案による。1942年9月から、 1943年1月から8月にかけて、アインザッツグルッペン B の司令官となり、ベラルーシで民間人の虐殺を指揮した。続いて1943年9月から1944年3月にかけて、アインザッツグルッペン C の司令官となり、ウクライナで虐殺を行った。1944年8月には、再度アインザッツグルッペン B の司令官に任じられた。 1944年11月9日に、新英隊上級大佐に昇進する。1945年4月、ケイニヒスベルクの付近で戦闘中に、行方不明となった。戦後の1954年、キールの区裁判所から1945年4月の死亡を宣告された。米名メは、新英隊ドクロリング、新英隊全国指導者名誉長見、二級鉄十字章。 県付先行十字章などを除勲していた。ありがとうございます。